はい、ということでね、ブレイクタイムになりました。残り370人中16名まで来ました。春光が激アツ、テンズでもナイスプレーかましまして、60万点ぐらいあります。アベレージちょい上ぐらい、マジで優勝全然あります。現在16位ということで、賞金が20万ペソ確定します。マジで熱い。とりあえずはファイナルテーブルに残っていきたいと思います。やりにくいテーブルではありますが、しっかりとね立ち回っていきたいと思います。ということで、ブレイク明けましてブラインドは1万2万 BB アンティ2万の状態です。春ポーカーは現在アベレージちょい上ぐらいで、ファイナルテーブルに残れるかどうかというところで、コマンド109オプスス BB からブラインドが死ぬほど上がっているので、慎重にプレイしなければいけませんが、109オプススはまあまあの頻度でディフェンスしなければいけないハンドでしょう。大きめにオープンされたらフォールドもありなんですが、 2BB 近くのオープンならディフェンス、そしてフロップでストレート引いちゃって、2ペアでもいいよ。370人参加していて、現在16名残り、なんとしてもファイナルテーブルに残りたい。少しの油断も許されません。というところで、カットオフのプレイヤーから 2BB オープンのレイズ4万点が飛んできました。109オフスーツはマルチウェイでも戦えるので、できれば1人ぐらい入ってきてほしいところですが、 SB のプレイヤーまでフォールドしてしまったので仕方ありません。ヘッズアップで勝負です。ということで、春ポーカーはここでコールを選択。 2BB オープンに単にコールしただけですが、ポットはすでに11万点、気合を入れて戦っていきます。というところで、フロップはクイーンテンデュースのレインボーボード。春ポーカーはセカンドヒットを完成させることができました。一発は相手のベッドに対してコールできそう。ドンクベッドはせず、一旦チェックで回します。フロップから相当ポラライズされたでかいベッドが飛んできたらフォールドもありですが、ほぼほぼ安い CB が飛んでくるようなボードなので、一発はコールしないとなって思っていましたが、ここで相手からは予想通りの安い CB ベッド3万点が飛んできました。このベッドにはフォールドもレイズもないので、もちろんコールなんですが、早くアクションしたら相手に情報を与えてしまいます。いつもと同じぐらいの間を取ってコールを選択。ターンは9もしくは10を引きたいところ。このボードはエースジャックやエースキングなども打ち続けるボードなので、ブラフキャッチする根拠が欲しいなっていう風に思っていました。するとターンは4のハート。これはお互いに関係ないラグが落ちたと言っていいでしょう。春ポーカーショーダウンを目指したいので、トリッキーにドンクなどはせず、またチェックを選択。相手がターンでも打つバリューハンドとしてはシンプルにクイーンヒット、あとはエーシーズやキングスぐらいかなっていう風に思います。ブラフハンドで言うとエースキングやエースジャック、キングジャックなどのストレートドロー系、あとはターンでフラドロが伸びたところです。あ、そんなことより皆さん、ここで大事なお知らせがあります。私はこの世でお札の匂いが一番好きなのよ。間違い探しの間違い。春ポーカーチェックがありがたいなと思っていましたが、相手はここでベッド8万5000点を選択してきました。ポットが17万点なので、ちょうどハーフベッド。トーナメントの終盤にしては結構大きめのベッドをターンに使われてしまいました。このプレッシャーがかかる局面で、春ポーカーはセカンドヒット降りたい気持ちもありますが、このベッドサイズ、エースキングやエースジャックでも打ってくるベッドサイズだなっていう風に思っています。負けているところで言うと、エーシーズ、キングス、エースクイーンぐらい。10のキッカー負け、相手がエース10などを持っていても、ここまで高いベッドサイズは使わないでしょう。もし春ポーカーが109ではなく10ジャックなどを持っていて、エースジャックのジャックをブロックしてしまったらホールドもありなんですが、キングもジャックも春ポーカーは抑えていない。何か匂うぞ。女の勘よ、ダウト。春ポーカー相手のブラフレンジをブロックしていないことから、ここはもう一発歯を食いしばってコールを選択。ポットは膨らんで現在34万点に。もう怖すぎるって。相手がエースキングやエースジャックでももちろんまくられてしまうカードが多いので、エースキングジャックどれも落ちんなと思っている春ポーカー。頼む、リバーは10か9かラグお願いします。リバーは5のスペード。最高のカードとは言えませんが、とりあえず春ポーカーが懸念していたエースキングジャックは落ちませんでした。ということで、春ポーカーはここでチェックを選択。3発ベッドはちゃうて、もうチェックで回してくれ。悩むな、頼む。3発目はもうコールできひん。春ポーカー10しか持ってないよ、許して、お願い、頼むから許して。そう思っていると相手はチェックを選択。春ポーカーは109予想、相手はハンドを巻きした。ナイス。はい、ブラフキャッチ、ブラフキャッチ、わーい、バイ。どこに行ったの探してたよ。これはマジで嬉しすぎるし、春ポーカーうますぎる。トーナメント終盤戦、かなりタフなスポットではありますが、ロジカルに考えながらビビらずに2発コールすることができました。ブレーキレキレすぎてすんまへん。ということで、神ブラフキャッチなどで順調にスタックを増やせている春宝か。ファイナルまであと少しというところで、このハンド64オフスーツ BB からキャッシュゲームなどではこちらのハンドを BB でディフェンスすることも多いですが、トーナメント終盤での 1BB は本当に大事なので、アーリーポジションからのオープンに対してはホールドすることの方が多いですが、コールが入って3ウェイになればギリギリディフェンスできるかなといったところです。残り人数が少なくなってきたので、皆さん慌ただしくしています。残り9名までプレイヤーが減るとワンテーブルに集められるようです。ですが APT では配信用のファイナルテーブルが8名しか座れないため、この Day3 は残り8名になるまで続けられるようです。というところで SB のプレイヤーがこのレイズに対してコールを選択。先ほども言った通り 3way ならオッズが合うだろうということで、春ポーカーはコールを選択。自分よりポジションの悪い SB のプレイヤーがコールして 3way になってくれたので、春ポーカー的には都合がいいです。フロップストレートもしくは2ペアトリップスあたりを引いてうまうましたい春ポーカー。ハイジャック SBBB の 3way でフロップに参ることとなりました。フロップは 542-2 ハートのボード。春ポーカーにとって悪くないボードが落ちました。 SB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーもチェック、オリジナルのハイジャックのプレイヤーもチェックして、オールチェックでターンに向かいます。ターンはジャックのスペード。ターンカードは嬉しくないですが、4ヒットプラスガットショットストレートドローということで、ターンもオールチェックならワンチャンあると思っていたら、ターンもオールチェックでリバーに。リバーは4のダイヤでもう引き強いよね。天下無敵の引き強大将剛健だ春ポだということで、春ポーカーはリバーで神引き、気づかれにくいトリップスを引くことができました。さらにここで SB のプレイヤーからベッドをもらうことができました。春ポーカーはもちろんここでレイズを選んでいくんですが、サイズに悩んでいるので少し早送りにさせていただきます。バリューターゲットとしては5ポケ以上のポケットペアだったりジャックヒットになるかなっていうふうに思っています。4は BB 側のレンジに十分ありえるので、あまり高く手は下ろしてしまうということで、春ポーカーはベッド5万点に対して安めのレイズ11万点を返していきました。このレイズに対してオリジナルのハイジャックのプレイヤーはフォールド。 SB のプレイヤーがどうするか。リバー 3way に対してブラフで打つベッドではなかなかないサイズなので、相手はジャックもしくはポケットペアぐらい持ってそう。ポケットペアはワンチャン降りちゃうかもしれんけど、ジャック持っとけ。相手はここでコールを選択。春ポーカーは46を勝すると、相手はこのリアクション。ナイス春ポーカー。相手はグダグダ言いながらハンドを捨てた。今宵僕たちは友達のように歌うだろうということで、春ポーカーはリバーのラッキートリップスから相手がコールしたくなるようなバリューレイズで BB の46オフスーツという弱いハンドで32万点ものポットを獲得した。ナイス春ポーカー。というわけで、続いてのハンドは64オフスーツでラッキートリップスを引いた直後のハンドです。右のプレイヤーが春ポーカーに対して少しイラついてるなというところを感じつつ、このハンドエースキングスーツ SB からブラインドはもちろん変わらず1万2万 BB アンティ2万の状態です。このトーナメントスタートチップが2万5000点だったので、ブラインドを払うだけでスタートチップがなくなると考えたら、かなりブラインドが上がってきていることがわかります。というところで、先ほども戦った右隣のボタンのプレイヤーがレイズ4万5000点を選択。春ポーカーが持っているハンドはエースキングスーツ。相手がクソディープなのでかなり怖いですが、もちろん3ベッドを打とうと思っています。ブラインドが高すぎて感覚で3ベッド額を選択してしまうと大惨事にもなりかねません。しっかりとレイズサイズを確認しています。とにかく慎重にプレイしなければいけない局面なので、冷静に3ベッド額を考えて、春ポーカーが選んだサイズはリレイズ12万点。直近のハンドで春ポーカーがこの相手に対してポットを取っていることもありますし、イラついてオールインしてくる可能性もあるかも。でもむしろそれは嬉しいです。このプレイヤーに関しては Day2 で春ポーカーに対してライト4ベッドを打ってきたりした実績もあるので、もしオールインが来てしまったら怖いですが、コールしなければいけないなというふうに思っています。着々とチップを増やして春ポーカーもどぎついディープになってきています。というところで、ボタンのプレイヤーがこの3ベッドに対してコールを選択。とんでもないポット額になっています。ロイヤルで死ぬほどチップを増やした相手プレイヤーですが、春ポーカーにかなりポットを取られて、ほぼほぼスタックの量は並んできていると思います。むしろ春ポーカーの方が多いかも。運命のフロップは激アツのエースヒット。しかもクラブのバックドアフラッシュドロー付き、この上ないボードが落ちてくれました。春宝カー自身3ベットしているのでエースを持っている確率は高いです。ですがキングス以下のポケットペアの可能性もあります。どちらのハンドを持っていてもおおよそ安めの CB を用いるスポットなので、春宝カー今回は本物のエースキングを持っていますが、そこら辺に混ぜて CB を打っていこうと思っています。ベッドサイズ的にはポットサイズの 30% ほど。今回はベッド8万5000点を選択していきました。頼む、コールしてくれ。さっきまでは怖かったけどこのボードもう安心して売ってるって。相手はこのベッドに対してコールを選択。ナイス。皆さんもこの状況をぜひ想像してみてください。心臓が飛び出る直前です。ターンに落ちてほしくないカードはそこまでありませんが、ターンは天のダイヤ。相手がもしも天図もしくはエース10を持っていたらまくられているカードだが、そんなこと考えててもしょうがないです。ここでできる選択肢としてはダブルバレルを打つか、トリッキーにチェックを挟むか。相手の特徴としてアグレッシブなこともありますし、先ほどのハンドでイラついてることもある春宝カー、ここで潜みのチェックを選択。相手からベッドを引き出し、相手のベッドサイズによってはオールインをかぶせようと思っています。ポットがかなり大きいので別テーブルでプレイしていたポーカープロたちもみんな見に来ています。というところで、ここでボタンのプレイヤーからベッド17万5000点が飛んできました。ここで春宝カーが取れる選択肢としてはコールもしくはオールイン。春宝カーのスタックは見るところ60万点ほど。これに対してレイズを返すイコールコミットするので、オールイン要求も一緒です。オールインしてもしコールしてもらえるところで言うとエースクイーンやエースジャックでしょう。ブラフ読みをしてコールしてくれるところはほぼなさそうです。春宝カーがここでオールインできるところでブラフレンジを正直用意できているかは微妙です。ですがターンにてトリッキーなチェックを挟んだことによって変な勘違いをしてコールしてくれるところもあるかも。ターンでフラドロがついたところにエクイティを捨てさせるためにも、ここで春宝カーオールインを選択。ここで相手はまさかのオールインに対してびっくりしています。とりあえず相手がスナップコールじゃなかったことに春宝カー安心、ほぼほぼ勝っていると見ていいでしょう。このオールインに対して相手のプレイヤーは悶絶。3分ほど長考に入られるので早送りにさせていただきます。この局面でターンチェックできるのが春宝カー。相手の人読みを完璧にして、さらにそれに対してオールイン。頼む、ティルトコールしてくれ。さっきの46でもイラついたやろ。ここまで悩む相手のハンド、セイムも一応ありますがエースクイーンやエースジャックでしょう。ここで相手は春宝カーのスタックサイズを正確に確認。ターンでオールインした理由としては、ターンでフラッシュドローに発展する目も出たので、相手がそこら辺と勘違いしてブラフキャッチに走ってくれるパターン。リバーでダイヤや23が落ちた場合、相手のエースヒットが高頻度でリバーベッドに走らないだろうなという風に思ったからです。さらに相手が単純にドローだった場合、ポジションも悪いのでターンで下ろしていいでしょう。相手のプレースタイルは超絶アグレ。ベッドのプレッシャーによっていろんなプレイヤーを下ろすところも見てきました。ですが今となってはこの立場、今さら降りれるんか。あら、断れるお立場でしたか。頼む、ここまで悩んだんやからコールしてくれ。もう何でもいいよ、もう何でもいいからコールしてくれと思ったら、相手はここでポールだ。死ぬほど緊張していたので安心はしましたが、マジでコールしてほしかった。取ったポットサイズはなんと80万点。春宝カーここで100万点超えのスタックを作ることに成功しました。相手はフォールドした後呆然としています。ターンの春宝カーのトリッキーなチェックで相手からターンベッドを引き出し、その後にオールインをして悶絶させるところまでは成功しました。コールをもらえたら一番良かったんですが、まあいいでしょう。100万点超えマジで優勝あるぞ春宝カー。春宝カーニュース。たった今入ったニュースです。春宝カーのチャンネルメンバーシップができました。春宝カーがメインチャンネルでは投稿しなかったオンラインポーカー実践の全ハンドを見ることが可能に。お前らこれ見て上手くなりすぎだよ。海外撮影での裏側も投稿予定。バッジや絵文字など複数の特典も。お値段はなんと1万円から値引きして990円でのお届け。あくどいよね。悔しかったらメンバーなってみえ。ということで春宝カー劇的なポットで勝利し、2万5000点スタートだったチップを現在100万点以上にまで膨らましています。というところでこのハンド8ポケボタンから現在ブラインドは1万2万 BB アンティ2万の状態です。この状況においても春砲火 50BB 以上あります。というところで画面右側に注目、高い塔が現れました。カットオフのプレイヤーがここでオールイン21万1000点、20万点でも 10BB なので一発入れを選択してきました。春砲火8ポケット十分に強いのでこのオールインは受けなくてはいけません。ここでコールするかレイズするかなんですが、 SB のプレイヤーがかなりディープでそいつにコールされたらうざいということで、2オーバーなども下ろしに行くために春砲火はミニマムレイズを選択していきました。すると SBBB のプレイヤーが降りてカットオフのプレイヤーとヘッズアップでオールイン勝負となりました。相手のハンドはエース点 50% 勝負、確率はおよそ 50%。 だが違う、ギャンブルの神様が俺に来ると言っている。いけー、ここまで流れがいい時に負けるはずがない。春砲火必勝、このポットだけでも47万2000点、相当でかい。フロップはやばいエース、でも大丈夫、ここまで流れがついてる日に負けるわけなんかない。クラブもある、頼むクラブカーチお願いします。いやそれはきついって、クラブもあったやん。なんでギャンブルの神様愛してや。ということで春砲火どでかいポット2連続獲得とはならず、正しいプレーはできていますが、これはしょうがない、トーナメントにはつきものです。まだスタックが全て解けたわけではない、むしろ全然残っています。気を落とさず次に生かせ春砲火。というところで続いてのハンドは SB からジャックスが入っています。カットオフのプレイヤーがレイズ7万5000点を選択している状態、これに対して春砲火は3ベッド17万点を選択していきました。ブラインドは変わらず1万2万 BB アンティ2万の状態なので、カットオフのプレイヤーはわりかし大きいオープンサイズを使ってきました。 SB のプレイヤーはショートだったので春砲火自身オールインを返してもよかったんですが、 BB のプレイヤーがディープだったためそのプレイヤーがガチハンドを持っていたら困るということで、カットオフのプレイヤーに対してはほぼほぼオールイン要求なのですが刻むことにしました。これは相手のスタック的にもオールインかフォールドという状況なので、スナップコールできない相手の状況を見るとこれはオールインしてくれた方が嬉しいのかなとも思っています。そして相手はまさかのここでコールを選択ですが、春砲火はここで相手がオールインしたと勘違いしてしまいました。オールイン対決だと思ってチップを前に出しましたが、相手はコールだよということで、なんやややこしいことしやがってと思ってます。いやでも悪いのは僕です。でもコミットしてるからコールっていう選択肢ってなんなんと思っていたら、フロップ337のレインボー、もしもエースが落ちてしまったらチェックで相手のオールインにはフォールドもありですが、このボードが落ちてしまったらもう降りる選択肢はありません。春砲火はオールインを選択、ここで相手のプレイヤーはもう帰宅の時間や帰って寝よみたいな三味線を放ってきたので春砲火は怖いですが、相手のハンドはクイーンズ、なんやねんそれ、マジで神引きしろ、きつすぎるって、頼むリバーで奇跡の4番と思っていたら春砲火は引けず、あなたが落としたのは大きなポットですか小さなポットですか、大きいですわい。ということで春砲火は2回連続ホールイン勝負にてでかいポットを落とす結果となりました。一時は100万点を超えていたスタックも春砲火逆にショートぐらいに追いやられる結果となってしまいました。ここで終わりなんか俺、結局トーナメントこんなところで終わってまうんか、いやいや春砲火勝て。春砲火休憩前のジャックスでだいぶスタック減らしちゃいましたね。現在60万点とアベレージ下になっちゃいました。で現在賞金獲得34万7000ペソなんで、次飛べば100万円以上になるので、とりあえず100万円確定させてファイナル残らしてくれよ。ここでショートのプレイヤーがオールイン、残り9名になるかの戦いとなりました。そしてショートのプレイヤーが飛び、はい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 、100万円確定、100万円以上確定しました。やばい春砲火100万円超えた。現在9名残り、セミファイナルテーブルに来ました。ここで飛んだら明日ファイナルテーブルにはいけないと、ファイナルテーブルも大事なんですけども賞金取りに行くことが大事だと思うんで、大した高いプレーしたいと思います。みんな飛んでもおめでとうって言ってよ。というわけで続いてのハンドは春砲火にハイジャックでキングジャックスーツが入っています。2連続のオールイン負けで春砲火はショートにですが、なんとかあと1人飛ぶまで待って明日のファイナルテーブルに臨みたいところ。というところで UTG のプレイヤーからレイズ5万点が飛んできました。ブラインドは上がって現在1万2000 2万4000、 BB アンティ2万4000点の状態です。この UTG のオープンに対してアーリーポジションのプレイヤーがコールを選択、キングジャックスーツ、ワンチャンこれはスチールを狙ったオールインもありかと思っていたところ、ミドルポジションのプレイヤーもコールを選択しました。これだけコーラーが増えてしまうと、春ポーカースチールのオールインも考えていましたが、誰かには捕まってしまうでしょう。そう考えると明日のファイナルに残る可能性はかなり低くなってしまいます。現在参加が確定している中では、春ポーカーポジションもいいですし、このハンドマルチウェイでも戦える、あえてオールインではなくコールで戦っていこうという風に思いました。後ろからオールインかぶせられたらだるいですが、春ポーカーここでコールを選択。ここまでなんとか貯めてきたチップ、一発入れオールインはできませんでした。370名が参加したトーナメントの中で残り9名、現在賞金は100万円以上が確定している状態です。ですが YouTuber たるもの、明日のファイナルテーブル配信には絶対に残りたい、そんな強い思いが乗ってるからこそ、春ポーカーここコール止めにしたのかもしれません。というところで、ここで SB、BB のプレイヤーまでフォールドして4プレイヤーでフロップに参ることとなりました。ボットは現在26万点、春ポーカーのスタックは35万点ちょいです。フロップでめちゃくちゃ絡んでくれ、フラッシュ、トリップス、何でもいい。運命のフロップに参ります。熱すぎる、マジで熱すぎる。春ポーカーはフロップトップ2ペア、さらにはバックドアフラッシュドロー付きです。頼むからベッド来い。春ポーカーはスロープレイもできるような激強ハンド、オリジナルレイザーのアクションは熱い。きたベッド6万5千点、ナイス。春ポーカーのスタックは残り35万点あたりなので、オールインしてもいいんですが、このハンドとこのボードをスロープレイしていいでしょう。ファイナルまで残り1人の状況、春ポーカーショート、なんとしてもダブルアップして次の日に進んでいきたい。この時は飛ぶかもしれないという緊張感一応ありますが、もうダブルアップして次の日に進みたいというスケベ心しか春ポーカーありません。8ポケとジャックスで2連続負けて、結局トーナメントここまでかと思っていた矢先、ギャンブルの神様が微笑んでくれました。ですがアーリーポジションのプレイヤーがここでまさかのレイズ15万5千点、そこまでは求めてなかったよ。熱すぎる、マジで神展開すぎる。春ポーカーもちろん降りる選択肢はありません。オールインするかコールするか、スロープレイしたいのは山々なんですが、春ポーカーのスタック、先ほども言った通り35万点ほどしかありません。ここのコール止めは逆に怪しまれるのではないかなっていう風に思います。逆にクイーン10などを持っていても、この3ウェイに対してはオールイン選択するでしょう。そこら辺だと思って、変なところがブラフキャッチしてくれたら嬉しい。ということで春ポーカーはここでオールイン36万7千点をかましました。これは完全にバリューオールインです。コールしてくれた方が嬉しい。ショートのオリジナルのプレイヤーが悩んでいます。もし相手がセットならばもうそれは仕方ないです。ナイスハンドと言って春ポーカー初めてのファイナルバブルを味わいましょう。嘘、嫌です。絶対負けたくない。するとオリジナルのプレイヤーはここでフォールドを選択。アーリーポジションのプレイヤーがコールするかどうかという状況となりました。相手はここで春ポーカーのスタックのサイズを確認。この時点で相手にハンドが負けていることはほぼないかなっていう風に思いました。そうなるとここはコールが欲しい。ファイナルバブル怖いけど、それでも俺は期待値を最大に取りに行きたい。みんなに夢を見せるためにも、ここで飛ぶか大きくチップを取るかは大切。ということで相手はここでコールを選択。ナイス。ここからは生のリアクションでご覧ください。ということで春ポーカーはここで再び100万点超えのポットを獲得することができました。ここでスマートに喜ぶ春ポーカー。特大ポットを取ってショートではなくなった春ポーカー、正直今日は安全に終わってくれたらいいかなーなんて思っている時にこのハンド来てしまいました。最強のハンド A シーズ UTG から。この A シーズというハンドはハンドの強さゆえに小さいポットを取って大きいポットで負けると言われているハンドです。その悪いフラグは絶対に回収せえへんぞと思いつつ春ポーカーをオープンしていきます。サイズとしてはレイズ5万点、ブラインドが1万2000、2万4000、 BB アンティ2万4000の状態なので 2BB ちょいの5万点を選択していきました。春ポーカーもさることながらほとんどのプレイヤーのスタックがバケモンみたいになってます。本日のポーカープレイの時間としては11時間を超えています。早く1人飛ばして明日のファイナルテーブルに残りたい。ショートのプレイヤー限定でオールイン入れてきてもいいぞ。その他は怖いからもう降りとけと思っていたら、対面の超絶ディープのプレイヤーがこの5万点のレイズに対してコールを選択。やばい、怖いって。ショートのプレイヤー頼むからスクイズ返してこい、オールインかぶせるから。このハンドで飛ぶのだけはマジで違うと思っていたら、ボタンのプレイヤーはレイズせずコールを選択。やばいやばい、ファイナルバブルの状況で A シーズでも打ち切ってしまう展開です。これ以上人増えんな。 SB と BB までコールしたら5へ。 A シーズでもなかなかポットは取りづらくなるって。もう SB か BB スクイズ飛ばしてこい、頼む頼む。ここで SB はレイズではなくコールを選択。頼む、最後 BB のプレイヤーレイズしてくれ、やめてー。ということで、まさかの 5A 春宝か UTG から5万点のレイズをしましたが、4人のプレイヤーにコールされてしまいました。春宝カー自身いつもは A シーズを持っている時、エースが刺さったらバリューターゲットが減るためエースは刺さらんでいいと思っていましたが、こうなったら違う、もうエース2枚落として。フロップはジャック96のレインボーボード。めちゃめちゃ怖さはありますが、ドライボードが落ちて春宝カー一旦安心はしています。というところで SBBB のプレイヤーがチェックを選択。 5A ということで怖いのは山々ですが、ここで打たなくてターンまで行ってしまうと余計に打ちづらくなってしまいます。ナインズ6ポケあたりがいたら絶望ですが、春宝カーここは果敢に打っていきます。選んだサイズはベッド10万点。このベッドはコールしてほしい反面、あとはもうエクイティの確保、自分より弱いところに降りてもらってもいいので、とにかく今あるポットをしっかりと獲得したいなっていうふうに思いました。するとまさかのミドルポジションのプレイヤーがもうコールしてます。これ怖すぎるマジで。春宝カーの UTG からのオープンに対してジャストコール、さらにこのフロップの CB に対して挟まれてる状況でスナップでコールできるハンドってなんや。ジャックかセットか、しかも相手は春宝カーよりもディープ、マジでフラグ回収まであるやんけ。ボタン SB のプレイヤーはフォールドして、ひとまず3人にまでプレイヤーを削れました。そしてここで BB のプレイヤーもフォールドを選択。ミドルポジションとヘッズアップでターンに向かうこととなりました。運命のターンはまさかの春宝カーナッツトップセット。これはさすがに状況が一転しました。もう怖いものはありません。逆にセットを持っていてほしいぐらい。ポットはすでに47万4000点。ここで春宝カーはスロープレイのチェックをするかベットするかで悩んでいるので、少し早送りにさせていただきます。でもディープ同士の戦いでスロープレイは禁物。ここは打つしかない。だがチキルな春宝カー、ギアを上げろ。ギアセカンド。ポット47万4000点に対して春宝カーはベッド25万点を選択。来い、オールイン返してこい、頼む。相手はフォールドを選択。くっそー、ギアセカンド。あ、ちょっと後軍楽になりました。人生は苦痛ですか。ということで春宝カーターンでは相手に降りられてしまいましたが、47万4000点という特大ポットをまたしても取りました。このテーブルに移動してから展開に恵まれすぎています。このポットのチップの量を見てください。これが脳汁の瞬間、至福の雑用。春宝カー一時的にショートスタックにはなりましたが、この反動を終えてこのトーナメントを行っている上で最大スタックとなりました。マジで熱すぎる、いけるぞ春宝カー。はい、ということで決まりそうです。ちなみに今のねプレイヤー、ガチガチのプロでウェスリーさんって言うんですけど、レスターです、はい、ということでね、チップ数カウントしたんですが、138万3000点、アベレージが115万点なんで、ジュポーがこの時点でもうアベレージ超えちゃってってよ。いやー、このファイナルテーブル上振れすぎましたね。キングジャック2ペア A シーズ、かなり良かったですね。8位の賞金が現在50万500点、レート的に 2.5 掛けなので125万円確定視聴がよ、夢あるね。優勝なったら1000万円、ジュポーがマジであると思ってます。4桁超えの賞金お前らに見せたるから、次回も楽しみに待っちゃってね。